ロバートソンキーについてお話をいただきます。はい、はい、ロバートソンキー前走半年ぶりでしたが、まあ、レース振り返りましていかがでしょうか。そうですね、まあ、1コーナーの入りでちょっとごちゃごちゃするところもありましたし、まあ、4コーナー直線向けての立ち上がりのところでちょっと内の馬に張られるようなところもあって、まあ、決してスムーズなレースでない中で、まあ、半年ぶりの競馬で、まあ、初級初戦であれだけの競馬できたということは収穫は大いにあったレースだというふうに思っております。格上挑戦となりますが、このレースをやったからでは G1 目というふうな思いになったのでしょうか。まあ3歳時に、まあ、神戸新聞杯でしたり、まあ、菊花賞でしたり、まあ、そういったレースに挑ませていただいて、まあ、当時は本当にそれこそ一生クラスの立場でしたので、まあ、それでもあれだけこう頑張った競馬をしてくれてましたし、まあ、今回ちょっと自己条件戦で結果は伴わなかったですけれども、まあ、それでも本当に実力素質は十分にある馬ですので、まあ、まだレース後の状態優先というところではございましたけれども、まあ、レース後の状態も順調で本当にいい状態でこちら望めそうでしたので、まあ、こちらの方に向かわせていただく運びとなりました。はい、その状態一度使われて上積みという点ではどうでしょう。そうですね、半年ぶりの競馬ではありましたけれども、牧場さんの方でじっくり仕上げていただいて大変いい状態で帰球しましたので、前走も本当にフィジカルの状態としては十分仕上がっていい状態で臨めたんですけれども、まあ、1回使ったことで、まあ、だいぶメンタルの方がスイッチが入りまして、すごい活気というか全身規制が出てきて、まあ、中間なんかも前走に比べると調教の際における息っぷりもだいぶ良くなってますし、まあ、それに伴って新陳代謝なんかも良くなって、だいぶそのシルエットの方も前走の時に比べるとシュッとしてきたかなというふうに思ってますので、そういう部分においては使った上積みというのはあるのではないかなというふうに思っております。菊花賞に挑戦した頃と比べて成長した点ありましたらお願いします。そうですね、まあまだ今回で8戦目ですか、まあ、そういう意味ではまだ成長途上な段階ですので、まだまだこれから良くなってくる部分は多々あると思いますけれども、3歳の頃に比べると、まあまあ、フィジカルの面ももちろんなんですけれども、メンタルの部分でだいぶ大人になってきたなっていうふうには思います。結構3歳の頃なんかは元気のいい馬だったので、はい、そういった意味ではだいぶ大人になってきたのかなというふうに思っております。そこでこの 3200m の舞台でどんなレースを期待されますか。そうですね、ちょっとスタートだけがちょっと鍵の馬ではありますけれども、道中の折り合いですとか立ち回りですとか、そういったことは全く心配のない馬でしたしですし、神戸新聞杯なんかもすごい上手な競馬をしてコントロール号に食らいつくような競馬できた馬ですので、なんとか本当に、まあ、こちらのロバートソンキー号に関してもなるべく内目の枠順を引いて、あとはしっかりスタートを決めて上手に立ち回れたらなというふうに思っております。はい、2頭出し2頭にどんな思いを寄せて阪神へ向かわれますか。そうですね、本当に歴史のある天皇賞春というレースに、まあ、こうやって2頭出させていただけるっていうのは本当に光栄なことですし、まあ、本当に出るからにはチャンスはあると思いますし、2頭とも本当にいいレースしてくれたらというふうに思っておりますので、本当に皆様からご声援いただけたらなというふうに思っております。ご礼を期待しています。はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。